あやるべきことはやっぱはっきりしてますし、まあ、皆さんが見た通り、ね、自分らも感じた通りだと思うので、まあ、まずそこの、試合に対する、準備だったり気持ちの部分だったりっていうところをまずしっかり準備して、まあ、その上で、まあ、決めるべきところで決めるっていうところをすればね、まあ、勝ってたと思うし、ディフェンスの部分でも自分らのミスがなければ、まあ、相手にほとんどチャンスも与えなかったですし、といったところを確認しました。まあ、まずはやっぱミスをどれだけ減らせるかっていうところで、ミスからの失点、ミスで得点を奪えないっていうことがないようにしないといけないですけど、まあ、どうしてもサッカーなのでミスは起こる前提ではパスポーツしているので、ミスがあった時に失点した時にアクシデントに対してみんながそれを上回れるだけのねモチベーションがなかったっていうところでは、ここは自分らのまだまだ弱さなのかなと。まあ、やっぱり彼の持ってる経験だったり明るさだったりといったところはチームにとってやっぱプラスですし、第一線でやってきた人がどういう準備をしてどういうことをやってきてるのかっていうのをね、実際近くでどういう若い選手とか見れるかとか、チーム全体にいい影響があるんじゃないかなと思っています。前回の前節の反省があるので、まずはしっかりとね、そういった姿を見せられるように、まあ、その上で、まあ、結果がどうなるのかっていうのはやってみないと分かんないですけど、まあ、そういった姿をまず見せることができれば、まあ、結果もうまくついてくるかなとは思いますけど、まあ、相手も残留争いの中でねやっぱモチベーション高いので、まあ、相手より、勝ちたいんだっていう気持ちをね出さないと、まあ、簡単に勝てる相手ではないので、そういう難しいゲームをしっかりものにしたいなと。